ワイヤーがこれ、ステンレスブレーキケーブル、ノーマル調、北子さんのやつですね。今日はね、このブレーキワイヤー、これですね。これをね、新しいのに交換したいと思います。っていうのがね、この前ね、このクラッチワイヤー、新しいのに交換しました。もうね、ここのワイヤーが半分切れちゃってたんで、まあ、非常にやばかったです。まあ、そういうのでね、他ワイヤーどこがあるかなと思った時に、あとね、このブレーキワイヤー、あとアクセルワイヤーぐらいなんですね。この3つが、このエイプ50はワイヤーで繋がれています。で特にね、フロントブレーキのこのブレーキワイヤーですね、事故に直結しちゃいますんで、新品に変えたいと思います。このエイプなんですけども、製造年月日がね、よくわからなかったんですね。不動車を引き上げてきて、コツコツ動くようにしてきたんですが、まあ大体10年ぐらい経ってるのかなぐらいなイメージでした。でもね、ネットで調べると、それがね、わかりました。こちら。ここにね、ちょっと逆さですけども、XZ504 と書いてると思います。XZ50 っていうのがエイプ50のこと。で最後のこの4。これね、実は、西暦の下一桁。つまりね、2004年型っていうことなんですね。で、もう一つ。ここにね、AC16 で、ハイフォンで13から始まってます。でこの13から始まってるのも、2004年の番号だそうです。ってことはね、このエイプ君、実はね、今、なんと19歳。結構年代ものです。2023年ですからね、今。19年もの。ね、結構、このガレージにある中では一番古いですね。2004年って言ったら多分この小屋もまだ建ってません。まあ、ということでね、ワイヤー類、ちょっと全部新品に変えようかなと思います。で、今日使うワイヤーがこれ。ステンレスブレーキケーブル、ノーマル調。北子さんのやつですね。確か、クラッチワイヤーとセットでね、買ったやつで、これ単品で、だいたい1650円ぐらいだったと思います。はい。じゃあ、変えていきましょうね。このアームについて、ここで固定して、あとはね、このトップブリッジの下から、このブレーキ、レバーに行ってるというだけですね。はい。結構シンプルです。合わせてね、この、クラッチワイヤーでもやったこの上下のガタですね。この辺もチェックとか調整しながらね、やりたいと思います。ブレーキワイヤーはね、やっぱり重要部品なんで、こういう雨風防げるカバーとかね、ついてますね。クラッチワイヤーにはそれないんですね。やっぱりね、考え方とか違うみたいですね。あとまあ、ここブレーキスイッチが入ってるのかな。コードが1本入ってますね。はい、じゃあやっていきましょう。ちなみにね、このブレーキワイヤー、19年ものの新車装着ものではあるんですけども、全然まだね、不具合感じてなくて、いい調子です。まあ、予防のためにね、新品に変えておきます。まあ、これ切れたら大変なんでね。まずね、このナットを全部緩めて外してやります。14ミリなんで、14ミリのソケットとかでね、こうやって持って、ハート回してやるとすぐ外れますね。はい、外れました。はい、後ろに向いてやれば外れましたね。まあ、この時ね、このカラーなくしやすいんでちゃんと交換しておきましょうね。この後ろの引っ張ってやります。はい、こんな感じですね。ここにワイヤー通して差し込む、引っ張って残る、こういう感じです。はい、下取れました。なんか簡単そうやな。上を外していきます。ね、このまずゴム製の安全カバーね、外していきます。ネジにこう、かぶせてあるだけですね。はい。よいしょ。こうなってますね。で、下が8ミリね、ちっちゃいナットがありますんで、これを外します。よっ。なくさないようにね、気をつけましょうね。このピンを抜いてやります。本当にこのタイプもね、細くてちっちゃい
特殊ネジを使ってるんで、なくさないように、また舐めないようにね、優しくやっていきましょう。ちょっとグリスギレかな、ちょっと硬いですね。先端のネジは出っ張ってるんで、そこちょっと錆びてたかもしれないですね。あとでそこも綺麗にグリスアップしておきましょうね。はい、あ、つけました。うん、ちょっと折れてますね。あとはね、こう引っ張ってワイヤーを通してやると。はい、これでね、取りました。レバーもここからよいしょ、バスト。はい、でここのガタなんですけど、クラッチワイヤーよりは少ないんですが、まあちょっと追い込んでた方がいいかなっていうレベルですね。はい、あ、でここにブレーキスイッチありますね。ここは大丈夫そうです。外れたブレーキワイヤーですね。今ちょっと気になってこうノギスで測ったら、これがね、約 2.5 ミリありますね。はい、で、この前変えたクラッチワイヤーはね、これ今測ってみたら、2.0 ミリでした。だからね、ワンサイズ大きいやつが使ってありますね、やっぱり。やっぱり重要部品なんでしょうね、ブレーキワイヤー。そのおかげかね、全然傷んでなくて、損傷した跡はありません。こっち下側ですね。うん、こっちも綺麗なもんですね。ワイヤーが切れた跡とかないですね。まあまだまだ落ちそうですけど、新品に変えていきましょう。上がね、新しいワイヤー、下が今までついてた純正のワイヤーですね。はい、ノーマル調なんでね、長さほぼ一緒です。で、仕上げ方もね、一緒みたいですね。はい、うん、で、まあちょっとね、いろんなとこ細かいとこは形違うんですけども、まあ合うでしょう。で、さっきね、この隙間からスプレーグリスでね、追いグリスしましたけども、やっぱね、作りがかなりキチキチで、隙間からなかなか入らなかったですね。まあそれだけゴミとか水も入りにくい設計になってるみたいです。このレバーのガタ、これをね、ちょっとチェックしておきましょうね。もうクラッチワイレバー側はね、ガタガタでしたからね。あー、こんな感じやな。そんなに悪くないですね。ボール半個分ずつ、まあ、プラマイ5ミリ、レンジで10ミリってとこでしょうね。今、調整後のクラッチレバーと同じぐらいだと思います。まあ、ただね、もうちょっと追い込めそうなんで、一応軽く追い込んでおきますね。で、使うのは、やはり、これ、ね。これもアルミなんでね、やりすぎ、絶対注意です。おりゃ、なんとかな。さ、どうだろう。あー、ちょっと変わったかな。あんまり変わんないや。よっ、はい、やりすぎると入んなくなっちゃう。あ、入らん。まずい。やりすぎて。お、硬い。お、入った入った。お、良さそうですね。調整後ね、どうだろうな、ボール3分の1ぐらい、10ミリぐらいから、まあ、6から7ミリぐらいに減った感じかなって感じですね。はい、まあ、もともとそんなに悪くなかったんで、これでいきたいと思います。ワイヤー通していきますね。トップブリッジの車体、右側から左へ向いてる感じですね。はい、こんな感じ。この太鼓の部分とかレバーにはね、あらかじめ薄くグリスしっかり塗っていきましょう。私ね、グリスフェチでもあるんで、グリスアップ好きですね。はい、じゃあ太鼓の部分をね、つけていきます。これね、ワイヤーの方に、こうやって、して。はい。で、当てがうと。よいしょ。これでいいですね。はい。で、グリスアップした、ネジですね。これを通していきます。結構細いネジ使ってますね。
小さいけどとても重要なところですね。はい、軽い力で止めて、はい、最後に下、8ミリのこのフィルミ止めナットですね、これをつけていきます。はい、これまあアルミでしかもネジが細いんでね、多分10ニュートンぐらいで、もしくはそれ以下でもね、いいんじゃないかなと思います。はい、やりました。あ、カバー忘れてる、やり直しです。このゴムカバーつけるの忘れてました。このゴムカバーね、あらかじめワイヤーにこの輪っかを通しとかないとつけれません、ね、忘れずにやりましょうね、私みたいになっちゃいます。あとね、このゴムカバー引っ張ってきて、このネジの頭にかぶせると。よいしょ。はい。これでね、上は終わりです。やっぱこのゴムカバーあるだけで全然この、いいみたいですね。ここへの雨の侵入ないでしょうから、クラッチワイヤー側より全然こう丁寧に作られてますね。うん。すごい。下側つけていきますね。まずね、このワイヤーを通して、ワイヤーの固定してやります。これですね。で、これですね。こいつを通して、あ、さて、これを通してか。太鼓部分を通して、穴に通していきます。はい。あとはね、このロックナットを、ここにはめてあげると。いいね。新しいワイヤー、ピカピカだね。あとはね、好みの遊びに調整すれば終わりですね。まあ僕は遊び少ない方が好きなんで、それぞれの好みでね、この辺やっていただければいいと思います。まあ遊び多いとね、結構深すぎて、なんていうんですか、微妙な調整できなくなったり、パニックになった時にうまく聞けなかったりするんで、まあ遊びは少なめの方をお勧めしますね、私は。はい、これでね、交換終わりました。やっぱね、新品部品って、ピカッと光って気持ちいいですね。はい、で遊びもね、ちょっと透明の私好みに調整できました。いいですね。うん、だいぶすっきりしたな。この2本が新品に変わりました。まあ、あとはね、このアクセルワイヤーぐらいなんで、まあ、これもなんかよく見るとちょっとここ破れてたりするんで、まあ、今度変えてみようかな。ぜひチャンネル登録いただいてお見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。